私のチャンネルへようこそ JBN1ビュー。 不名誉な称号でモチベ爆下がりも、今年の広瀬のスケジュールは割とゆったりめのブッキングだったように思えます。広瀬すず限界説の理由とは、山崎賢人と正式に同棲し幸せの絶頂にいる彼女ですが、キンプリの永瀬角のチンケさが落ちたため視聴率がと心配しているようです。中でも力を注いできたのは Q&A ナイトアットザ歌舞伎インスパイアードバイ A ナイトアットザオペラでしょう。2019年に初挑戦で立った舞台の再演で、今回は国内のみならず舞台の本場ロンドンや大北でも上演されるといいます。野田秀樹の元女優としてスケールアップしたい、されたいが相乗効果を生んだ証明と言えるでしょうね。10月30日で全ての公演予定を終えて TBS の取りに入るわけですが、海外公演で興奮した余韻冷めやらぬ広瀬のモチベーションが下がらないことだけが心配です。 TBS 火曜ドラマ枠のこれまでの平均最低視聴率は 5.6%。 2人の肩書きに不名誉な称号がつかないことを祈るばかりです。広瀬すずにキンプリ永瀬角という大試練。私がこの記事を読んで興味を持ったのは、二人の交際云々ではなく、広瀬が来年1月期の TBS 連ドラ出演を報じられていることでした。 TBS の火曜ドラマ枠といえば、逃げるは恥だが役に立つの新垣結衣、義母と娘のブルースの綾瀬はるか、恋は続くよどこまでもの上白石萌音など大女優への登竜門の一つです。そんな枠にいよいよ広瀬が登場、しかもその相手役が恋愛ものドラマは初というキング&プリンス永瀬角だというのです。 TBS も思い切ったキャスティングをしたものだなぁというのが私の本音です。というのも、永瀬が数字視聴率を持っていないのはテレビ業界内の共通認識だからなのです。あさって最終回を迎える新信長後期からクラスメイトは戦国武将からは日曜日の22時30分スタートという時間帯もあるのでしょうが、平均視聴率は 4% を少し超えただけ。9月18日には 3.2% という日本テレビ歴代連ドラ視聴率ワースト2位という輝かしくない記録まで残してしまいました。共演者は三浦翔平、満島正幸会、浜田武史、この豪華メンバーでこの数字ですから、いくら深夜枠でもバリバリのアイドルや芸達者役者を揃えてこの数字とは、逆にどんな演出をすればこんなに%台なんて得れるのか聞きたいくらいだよとは知り合いの芸能プロダクション社長の言い分です。広瀬すず、ケントスと交際公認で絶好調。山崎賢人と広瀬すずの半同性愛をスクープした週刊ふみはるから続報が届きました。それは売れっ子同士の交際がどうして認められたのかという交際の核心に迫る記事でした。私個人的には壮絶な事務所との攻防戦が繰り広げられたんだろうなと思っていましたから、この記事を読んで椅子から転げ落ちそうになってしまいました。記事のオチは、山崎が広瀬の所属事務所女性社長に好感を持たれているからという身にたわいもないものでした。何でも女性社長はケントス山崎の愛称なら交際してもいいよと広瀬に言っていたとか、反動性の続報でしたから期待していた分、内容が軽すぎてヘナヘナになってしまいました。イケメン俳優山崎賢人さん28との反動性熱愛が週刊誌で報じられた女優の広瀬すずさん24、古くは2016年の映画4月は君の嘘で共演していたご両人ですが、まさかの事務所公認ビッグカップル誕生とあって、ファンからは祝福の声が上がっています。ところがプライベート絶好調の広瀬すずさんに今後の仕事で一つ大きな不安が。ドラマ共演予定のキング&プリンス永瀬廉さん23の下げちんぶりとは、芸能記者歴30年のベテランジャーナリスト宇沢貞夫さんが解説します。丸私のビデオを見てくれてありがとう。
最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。